おはようございます。今年は G の出現回数が多いです。防御しているはずなのに、どこからやってくるのでしょうか？今週も菅波先生の出番、数分しかなかったですね。今週で震災の話は一区切りついたってことでしょうか？朝ドラは、戦争や震災の話は通らなければならないような決まりがあるわけでもないとは思うのですが、避けては通れないですね。戦争や震災の話はどうしても重くなってしまうので、朝から重い空気になってしまいますね。見たくない人もいるでしょう。見なければと思う人もいるでしょう。ネットの感想を見ても前向きに捉える人もいれば、朝から暗い話をするなという人もいて、触れ幅が大きいようですね。捉え方は人それぞれ。みんな違うのだから、それでいいと思います。一番良くないのは、人の意見につられて、自分の考えを見失ってしまうことだと思うのです。残念だけど、そういう人って多いように思います。永浦家のような家族会議、うちではなかったなぁ。普通の家庭では、あのように家族揃って話すことがあるのでしょうか？あんな風に、自分の思いを話せる家族だったら、私の性格もひねくれてはいなかったのかもしれません。おじいちゃんの存在もファンタスティックに大きいように思います。